写真拡大トンネルズの木梨憲武、57歳が11月2日に放送されたラジオ番組土曜朝6時木梨の会 TBS ラジオに出演。相方の石橋貴明、58歳のためにタイガーウスのサインをもらったと語った。木梨はこの日スポーツバラエティ番組夢対決トンネルズのスポーツ王は俺だ、シャテレビ朝日系で来日中のタイガーウスと対決をする約束をしていたが、今回は事情により対決が流れてしまったとコメント。なんだ今回タイガーと会えないのかと落ち込んだ木梨だ。万が一でも会えないかとタイガーウスのエジェントと交渉し、ホテルの通路で待ってたらタイガーに会えてサインを3枚もらうことに成功したという。木梨によると最初エージェントにサインは断られたものの、タイガー渦本人が了承し、1枚は木梨のため、1枚はスポーツ王の視聴者プレゼントた目にサインをもらうことに成功。そしてもう1枚は石橋貴明がゴルフの手袋に絶対サインもらってこいって言うから、しょうがねえから、タイガー優しいから自分で手袋はめてくれて書いてくれてと相方のためにサインをもらったと語った。